アルフレート・ビルヘルム・フランツ・マリア・フーゲンベルクは、ドイツの実業家、政治家、ドイツ国家人民党党首、1933年に成立したアドルフ・ヒトラー、内閣で、経済省と、食料農業省を兼務した、1865年6月19日ハノーファーに、生まれた、父カール・フーゲンベルクは、プロイセン王国の国会議員を務めた人物である。フーゲンベルクは、 ゲッティンゲン大学、ハイデルベルク大学及びベルリン大学で法律学をシュトラースブルク大学で経済学を学んだ。1891年超国家主義団体、ハンドイツ連盟を共同設立した。1900年またいとこにあたるゲルトルートアディッケスと結婚した。フーゲンベルクは当初、寛解に入り、プロイセンの官僚となった。1907年実業界に転じた。 フランクフルトアムマイン工業銀行支配人に就任し、ついで1909年クルップに重役として昇平され、銀行業務や鉄鋼関係を担当し、1918年まで財務、経理、取締役会議議長を務めた。第一次世界大戦中の1916年には、フーゲンベルクコンツェルンを創設した。これは、クルップの資金をバックにした出版コンツェルンであり、 祖国党の活動を支援していた、ベルリン最大の新聞を発行する、シャール、14市の地方紙を発行する、ペラフェア・ラークなど、有力ジャーナリズムを参加に収めて、メディアを支配した。1927年には、映画会社、ウーファ社長となる、クルップ取締役辞職後も、単行連盟や鉱山協会で、委員長を務め、重工業界にも、院然たる。 影響力を持ち続けた。九百三十年八月ベルリンスポーツ宮殿で演説するフーゲンベルク訂正時代にはブルジョワ自由主義政党である国民自由党に所属していたが第一次世界大戦後の九百十八年に保守政党の国家人民党に入党した。同党はユンカーと重工業資本家の利益を代表する右翼的保守反動的な政党でありフーゲンベルクは 実業界、産業界代表としてこの政党に参加した。1919年には国家人民党所属の国会議員となる。国会議員の地位は1945年の敗戦に伴う国会の解体まで保持した。政府への参加は議会主義の擁護につながるとして反対し、1927年初頭以降には政府との協力路線を取る。 党指導部と激しく対立するようになった。フーゲンベルクはメディアの力を使って1928年秋にはベストアップ執行部を辞職に追い込んだ。代わって1928年10月20日の党大会で国家人民党党首に選出された。1929年6月7日にドイツの新しい賠償方式を定めたヤング案が成立。フーゲンベルクはこれに反発し、 7月9日には、フーゲンベルクを委員長とするドイツ国民生願全国委員会が創設された。国家人民党のほか、鉄株都団や全国農村連盟、ナチスなども参加して、反ヤングアン闘争を行った。1932年国会に向かうフーゲンベルク、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領は、フーゲンベルクの非妥協的な態度に激怒した。 ヒンデンブルクとその側近クルトフォンシュライヒャーは、フーゲンベルクを国家人民党内で孤立させようと努めたが、フーゲンベルクの党内影響力は絶大であった。しかし、前党首、ベスター・プラは、フーゲンベルクの大政府強行路線に反発し、1930年7月の国会解散後に国家人民党を離党して、保守人民党を結成した。 1930年9月14日の選挙の結果、国家人民党は73議席から41議席に議席を落とすという惨敗を喫した。一方ナチスは12議席から107議席に増やすという、地滑り的勝利を収めた。国家人民党の支持基盤である、実業界や農村は、風言ベルクの融通の効かない、強硬路線に嫌気がさして徐々に離れていき、 ナチス支持に転じ始めていた。しかしこの選挙後にもフルゲンベルクは政府からの協力要請に対しては賠償の破棄を求めて拒否する姿勢を続けた。1931年10月には鉄カブト団やナチスと共にハルツブルク戦線を結成し政府に対抗する国民反対派の再統一を図ったがこれは国家人民党の統制を回復しようという意図が強くヒトラーは 当初より好ましく思っていなかった。そのため間もなく、ナチスは、ハルツブルク戦線から離脱して、独自路線に戻った。1932年の大統領選挙には当選の、見込みがなかったために出馬を避け、第一次大統領選挙では、鉄カブト団のテオドールデュースターベルクを支持した。しかしデュースターベルクは惨敗して、第二次大統領選挙への出馬は、見合わせることとなった。 第二次大統領選挙では、フューゲンウェルクは、ヒトラー支持でも、ヒンデンブルク支持でも良いとして、党員の自由投票とした。1933年1月には、ヒトラーや、フランツフォン・パーペンと共に、クルトフォン・シュライヒャー内閣党閣に動いた。パーペンとの交渉で、ヒトラー内閣に、経済省として入閣することが決まった。ナチ党からの閣僚はヒトラーを含めて、わずか3人であり、 他の閣僚はすべてパーペン派の貴族、及び国家人民党や鉄カブト団などの保守派だったので、フーゲンベルクはヒトラーを傀儡首相にする自信があったらしく、我々の手でヒトラーは苦にはめてやると述べている。1933年3月の選挙で、フーゲンベルクの使用したポスターパーペンと鉄カブト団の指導者ゼルテの名もある1933年1月30日に成立した。 ヒトラー内閣に、フーゲンベルクは、経済、農業大臣として入閣した。ヒトラーは、ナチ党が、単独過半数を得るべく総選挙を従っていたが、フーゲンベルクは、政権内でのナチ党の影響力拡大と自党の影響力低下を嫌がって、総選挙に反対した。大統領官邸での任命式の前に、フーゲンベルクは、総選挙に反対する意思を伝えてヒトラーと揉めたが、 ヒンデンブルクを待たせるのは、まずいということでその場での対立は一時お預けとなった。ナチ党は、第一党だったとはいえ、連立与党の国家人民党と足しても、国会で過半数を得られているわけではなかった。したがってこれ以前の三代の大統領内閣と、同様に国会から内閣不信任案を突きつけられる、危険性があった。その対策は、 今まで通り国会無視の大統領緊急令による政治を行うか、総選挙で与党過半数を狙うか、中央党を与党に引き込むか、共産党議員の資格を停止するかのいずれかであった。ヒンデンブルクが中央党取り込みを希望したので、内閣はまず中央党と連立交渉が行ったが、ヒトラーは保守派閣僚による囲い込み状態突破のためにも総選挙に打って出たがっており、一方、 フーゲンベルクもカトリック嫌いから中央党を与党に入れることに反対していた。このような状況のため内閣と中央党の連立交渉は申し訳程度のものとなり2月1日に決裂した。ヒトラーは改めて総選挙を希望したがフーゲンベルクは相変わらず総選挙を嫌がり共産党を禁止してその議席を剥奪することでナチ党と 国家人民党で過半数を得るべきと主張した。しかし結局ヒトラーが押し切って、総選挙が行われることになった。国家人民党は、鉄株と団とともに選挙連合、黒白赤を結成して、選挙に臨んだ。3月5日の投開票の結果、ナチ党は44%の得票を得る一方、黒白赤は8%の得票しか得られなかった。この段階では、ナチ党と、 国家人民党を合わせて過半数に達するという状況だったが3月9日に共産党の議席が再選挙を行わず抹消されたので総議席数が減ってナチ党が単独過半数を得たこれにより国家人民党もキャスティングボートを握る立場を失って急速に政権内での影響力を弱めた3月23日に 全権入り運法が可決されると、ナチ党にとって国家人民党はもはや用済みの連立パートナーに過ぎなくなっていった。1933年6月12日にロンドンで開催された世界経済会議の席で、フーゲンベルクは旧ドイツ領アフリカ植民地の回復を求める不要意な覚書を提出して各国の不況を買い、これが致命的なスキャンダルとなって、 ナチスからの圧力で6月27日には経済、農業大臣辞職、その翌日には国家人民党回答へ追い込まれた。さらにフーゲンベルク・コンツェルン参加のメディアも次々と強制的に売却されてナチスの支配下に入った。最後まで所有し続けていたメディア企業も1943年にラインベストファーレン工場の株と引き換えに売却している。 戦後イギリス軍に拘束された。1949年に同庁舎に分類されて、ひな地下法廷にかけられたが、無罪となった。戦後も膨大な財産を保持することができた。1951年3月12日に、旧憩グルフで死去。ありがとうございます。